高梁カーリングセンターは大韓民国関温度高梁市にあるカーリング競技場。1999年アジア冬季競技大会のアイスホッケー競技場として1998年に高梁室内総合体育館の名称で開館した。収容能力は3500人である。施設は地上4階地下1階建てであり、地上部は必要に応じて整氷するが地下階は 高級的にアイスリンクが維持される。カーリング競技場としては2009年世界女子カーリング選手権大会、2017年世界ジュニアカーリング選手権、2018年ピョンチャンオリンピックのカーリング競技、ピョンチャンパラリンピックの車椅子カーリング競技、2018年パシフィックアジアカーリング選手権大会に利用された。カーリングシートは4面ある。 その他1999年、アジア冬季競技大会のアイスホッケー競技、2005年、四大陸フィギュアスケート選手権、2008年世界、ショートトラックスピードスケート選手権、大会、2011年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権の会場ともなっている。ピョンチャンオリンピックの高領地区会場の中では、唯一の既存施設であった。 オリンピックに備えて2015年10月から2016年10月にかけて改修工事が行われ、施設名称も高領カーリングセンターに改称した。ありがとうございます。